ひめゆりの塔の慰霊祭。陸軍病院に動員され負傷兵の看護に当たったひめゆり学徒隊の136人をはじめ、沖縄師範学校女子部と第一高等女学校の犠牲者合わせて227人の霊を慰めました。亡くなられた私たちのお友達のこと、そういうことにみんなが73年経ってもこうしてみんなで証拠をくださったりお言葉をくださったり、本当にありがとうございます。ひめゆりの証言員たちの年齢は皆90代。語り部としての役割を次の世代に託しました。だいたいひめゆり の学校時代から最後までの様子が一話頭に入ることになるから。今年4月館長に就任した普天間長慶さん。沖縄戦を体験していない初の戦後世代の館長です。戦争から遠くなった世代、今本当にもうおじいさんもおばあさんも、もしかするとひいおじいさんおばあさんまで体験者じゃない、あるいは近所にほとんどいないという人たちが、まあ、資料館に来られるんですけど、自分たちは体験者から聞いた世代として、次の世代に橋渡しの役割があるんじゃないかと思ってるんですね。元ひめゆり学徒たちと同窓生が運営してきた資料館。普天間さんは1989年の開館前に職員として採用されました。大学で学んだつもりだったという沖縄戦。共に仕事をする中で体験者の深い悲しみに触れ、戦争の無誤さを初めて理解できたそうです。皆さんですね、生き残った人は、私たちからすれば生き残ってよかったと思うんですけど、みんな生き残ってよかったとは思ってなかったんですよね。実は長い間自らの戦争体験を語ってこなかった元ひめゆり学徒たち。転機の一つとなったのは戦後40年が経ち、再び暗い壕の中へと足を踏み入れた時でした。壕の中は長い年月でその形を変えていましたが、依然として収骨されないままの遺骨や遺品が多く残されていました。それを見たときに、自分たちが長い間語らなかった、触れなかったから、こう友達の大切な遺品が泥に埋もれてしまっている。で、同じように自分たちが語ったり活動をしなければ、戦争のことは伝わらないし、友達のことも誰も知らなくなってしまうということを感じたらしいんですよ。重い口を開き始めた元ひめゆり学徒たち。じゃあその時私も走ってこうみんなのところに そこにこう駆け寄ってみたら、もうみんなもう血に染まってもう自決した後だったんです。ひめゆり学徒隊の解散命令後、荒崎海岸に追い込まれ、学友と教師は自決。今だからとっても早まったことだとも言えるんですけど、あの時はそういうことは考えられないんですね。お母さん助けて、お母さん助けてと言ってですね、そして先生殺してください、先生殺してくださいと叫び続けていた友達の姿が、声が麻痺していますと、なんか聞こえてくるような気がします。27人いた証言員は今7人に。橋渡しの世代の館長として、証言員の存在の大きさや発信力の強さを改めて痛感しているという普天間さん。その
収蔵庫をちょっとご案内します。ただこれまで資料館が積み上げてきたものは今後ますます大切な役割を帯びていくと考えています。これが今の第4展示室の証言本の元になったものですね。戦跡を巡った際にその場所にまつわる記憶を一人一人語ったもの、企画展の趣旨に沿って今抱く思いを伺ったもの、何十時間もの音声テープや映像で残されている元ひめゆり学徒たちの証言は29年間歩んできた資料館のかけがえのない財産です。一つ変わらないものは彼女たちが話してた言葉で、本当の戦争を知ったら誰も戦争をやろうと思わなくなる。でこの資料館には戦争になったらどういうことになるのかが分かる資料館だ。本当にそれを残してくださったから資料館はこれからも彼女たちが体験したこととか彼女たちの伝えたいメッセージとかがですね伝えていけるんじゃないかと思います。証言員が一人もいなくなるこの先の現実を見据え、職員が代わりにその戦争体験を語り継ぐ準備も整えてきたひめゆり平和記念資料館。今や県民の9割以上は戦後世代。戦争がさらに遠い過去となる次世代に引き継ぐため、証言員たちから託された平和の砦として果たすべき役割は一層強まるばかりです。